ピッツァチャンネル。こんにちは、あちゃんです。今日はくら寿司に来ています。それでさっきなんかなんかあっちゃんの食べた最後の一皿の部分でこの、エビが当たりました。あっちゃんがくら寿司でビッグラポンを当てたので紹介したいと思います。これすっごいレアな商品で、期間限定でしかも3万個しかないみたいです。いつもねカプセル出てきてあんまりストラップとかばっかりあったから今回もそうかなと思ったらすごい重厚感のある景品が出てきました。走るどこでも鮮度くん、マジックがあればどこでも走る。4種類マグロサーモンエビ卵のエビです。ピッツァチャンネル。はい、じゃあこれをちゃんと走るのかどうか電源オンにしました。マークを黒線の位置に合わせてくださいっていうことですね。あれ迷ってる。はい、ちょっと線幅を太くしてやってみたいと思います。おー、すごいすごいすごい回ってる。ちゃんと線の上を走ってるよ。すごいね。すごいぞ線路くん。ということでちょっといたずらしたいと思います。はどういう反応するのか。フィッキー。うん、だよね。うん、太い道を選ぶ。お、いったいった。迷ってる迷ってる。あ、千六名刀。お、でもでもすごい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 。おー、広い道行った。だけどここでママの手が入り。キュッ。迷ってるぞ迷ってるぞ。はい、ということで、すっごい楽しいおもちゃ。線を描いたらそのまま線通りに走ってくれる、すごい素敵なガチャでした。なんか3万名限定の商品があっちゃん家にあるなんてすごい素敵だね。また見てね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。